こんばんは。今日はキャベツを使って簡単サラダを作っていきたいと思います。キャベツ半玉を水で洗います。切りにしていきます。これは結構朝ごはんにもいいんですけど、なんか焼き鳥食べながらつままれたりとかおつまみにもいいので、ぜひ作られてみてください。耐熱容器に入れていきます。で、少しちょっとくぼみを作って卵を割ります。穴を何箇所か刺してふんわりラップ電子レンジで1分ぐらいチンします。卵の様子を時々確認してください。もう少しかなと思ったらあと30秒ぐらい足してちょこちょこ様子を見てください。で、卵の硬さはお好みで調整してもらって、もうちょっと硬い方が良かったらもうちょっとチンしてください。で、塩を少々かけます。最後にブラックペッパーをかけていきます。で、超簡単ですけど美味しいサラダができました。見てくれてありがとうございます。明日も見てね。